背景、おかきおかきは、もち米を原料とした菓子。生小餅などの餅を小さく加工し、乾燥させたものを表面がきつね色になるまで炙った、米菓である。ケツ餅とも、防火食品の一種。あられや、おかきはもち米を原料とする米菓で、現代では、主に大きさによって区別される。本来は、原料の餅を細かくするために包丁を使ったものを、あられ、土を使ったものを、 おかきと呼んだ。おかきは、鏡餅など神様に備えた餅を土で細かくして作られるもので、そのような餅に葉を入れるのは縁起が悪いとして土が用いられた。また、あられは奈良時代に唐などからの使者に対して、宮廷で出されたもてなしの食べ物だったのに対し、おかきは家庭で作られる餅から作られる庶民の味だった。かき餅は豊臣秀吉の好物とされ、 対抗となっても、感触として新編から離さなかったとされる。なお、あられとおかきの区分は、ジャス規格などに定められたものではなく、おおよその大きさで呼び方を変えているだけで明確な、基準はない。焼く代わりに、油で揚げたものを、揚げおかきと呼ぶ。商品によっては、せんべいと名乗る場合もあるが、本来は、せんべいはうるち米を原料とするものを言う。ABCDE、あられ、 おかきはどう違うの ?JA グループ福岡。2020年1月4日閲覧。ありがとうございます。